刺された場合、病院で治療を受けるのが第一だ。生半可な応急処置をするとかえって危険なケースがあるという。まあ、口でこう吸うのがいいんじゃないかと思われる方が おられると思うんですけれども、これは絶対にやってはいけないことなんです。吸い出した毒液が歯に触れます、歯茎に触れますよね。そうするとそこから中に体内に入ってしまうっていうよりもずっと頭に近いですよね。やはりそういったところで症状が出てしまうと非常に危険な状態になりやすいということもあるわけなんですね。ですから手でこまめに絞り出して、きれいな冷たい水でその患部を洗い流すと。スズメバチは11月頃まで活動を続ける。巣を見つけた時はむやみに刺激せず、専門の業者や自治体に相談するのが得策だ。